12月1日資生堂は木下紗也が11月30日をもって現役引退したことを発表した木下は鹿児島県出身小学生からクラブチームで陸上をはじめ移住院来た中で本格的に長距離に挑戦中学時代は3年次の九州大会800メートル出場の実績を残している 上村学園高では1年から駅伝メンバー入りを果たし18年全国高校駅伝では4区を務めて区間5位チームの全国優勝にも貢献した翌年は 3000m でインターハイにも出場3年の鹿児島県高校駅伝ではチームとして今も高校国内国際最高として残る1時間6分04秒のタイムをマークした 資生堂入社後は21年の U20 日本選手権で 3000m7 位に入賞し、5000m でも9位に入っている。木下はホームページを通じて、トップレベルのチームで、競技はもちろん社会人として多くのことを学ばせていただきました。とコメントし、思い描く結果が出せず、皆様に恩返しすることができなかったことが心残りですが。 このタイミングで次の美容関連への目標に向かいたいと思い、今回このような決断に至りました。たくさんの応援本当にありがとうございました、と新たなの道へ歩み出すことを明らかにした。